はい、皆さんこんにちは、鈴木義弘です。今回の動画なんですけども、走る時にお尻を使えっていうふうにね言われると思うんですけども、じゃあ実際その走りにおいてお尻を使うというのは何なのかっていうのを解説していきたいと思います。こちらなんですけども、まあお尻の筋肉なんですけども、大臀筋、中臀筋、小臀筋っていうふうに形ね、筋肉はあります。ただね、じゃあこの3つの筋肉、まあお尻の筋肉ですね、臀筋を使うとは一体何なのか、じゃあそもそも走ってる時にそんなことを意識できるのかっていうのですね、ちょっと動きを交えながらね、細かく解説をねしていきたいと思います。動きながらですね、そのお尻を使うとは何なのかっていうのをやっていきたいと思います。そもそもですね、まあお尻を使う、じゃあどこの部分が必要なのかって言いますと、まあよくね僕の動画でも言ってるんですけども、まあ中臀筋って言われる部分ですね、下の大きいところの大臀筋ではなく、この上部ですね、お尻の上の部分、この中臀筋が発達してる、してないかによって、その走り、ね、パワー、出力っていうのは違ってきます。で、ね、一番その中臀筋を感じられる動きっていうのは、まあ、壁をね、使ったウォーム上げでもやったんですけども、まあ、目いっぱいね、こう足を上げて、かかと、後ろ足のかかとを上げます。目いっぱい上げて、後ろ足かかと上げる。ぐっと持ち上げるときに、ここね、上部が多分突っ張る感覚、張ってるね、感覚があると思います。これが今、中臀筋を使ってる感覚になります。そもそもそのお尻を使えるようにするためには、使う前に、まずはね、その部分を意識させる。本当にここに筋肉があるのか、ここを使って動かすのかっていうのを、まずね、把握するっていうことが重要になってきます。臀筋を使ってる、中臀筋を使ってるっていうのが一番わかりやすいのが、スクワットのフォームになります。ね。よく、まあ、筋トレをしてる人はわかると思うんですけど、スクワット。膝を曲げてですね、スクワットのフォーム、こういう風な形で取るかと思います。シャフト担ぐ前にこう。ね。この時に正しいフォームができてない人っていうのは、まあ、膝がね、こういうふうに前に出て、前もも、ね、ももに効かせるスクワットをやってしまうと、お尻っていうよりも、ただのももになってしまう。で、大事なのは、スクワット、正しいフォームもそうですけども、なるべく膝がつま先より前に出ない。そのままお尻を後ろに下げていきます。ね。膝を曲げるというよりも、お尻を後ろに下げる。で、下げた時に、まあ、お尻がね、一番張ります。で、張った時に中臀筋、ないし大臀筋が張ってきますので、これがまず、この姿勢がですね、ここでバウンドすると、お尻にだんだん疲労が溜まってきて、張っていくような感覚があると思いますので、まずはお尻の筋肉ってのはこういう、ここで把握するという必要があります。はい、で、実際把握ができましたら、その走りにですね、お尻を使わせるため、まあ実際はですね、使わせるっていうんですけども、そこまでね、先ほど冒頭でも話した通り、意識っていうのはできません。ね、あえてお尻を使ってやる、走るっていうのはね、なかなか意識できますんで、まあ、それ以外にもね、押すことでしたり、ちゃんと引きつけるっていう動作がありますので、そこまでお尻のことまでね、少し考えられません。じゃあ、どういった時にお尻を使っているのかというと、設置した時ですね、支えるという部分で、お尻という部分は大事になってきます。ニュアンスの違いもあるんですけど、走っている時というのは、お尻はそこまで意識しません。今も話した通り、意識する暇がありません。ですけども、走る上では、その支えるっていうかですね、このついた時、設置した時には、このお尻で支えないと、足首、膝でね、設置、対応すると、どうしても潰れてしまう。腰がね、落ちてしまうっていう原因になります。ですので、まあ、ジョギングとかね、ゆっくりな時でも、お尻を使えてないと、こういうふうな形。腰が落ちたりとかですね、膝が曲がった状態で、走ってしまう。ですので、そういったね、走り、速い動きの中でも、腰が落ちないため、膝が潰れないため、曲がらないためにも、お尻で支えるというのは重要になってきます。そのために、お尻がね、使える感覚がないと、実際の走りの時にも、潰れたままになってしまいます。で、よくね、足の入れ替えでしたり、片足立ちとかもそうなんですけど、入れ替えですね、入れ替えする時とか、片足立ちでバランスを取る時とかですね、こういうバランスを取る時もあるんですけども、その時に前ももだったり膝、足首で支えようとするとぐらついたりですね、支えきれないということがあります。まあ、例えばなんですけどね、このボックスから降りる時ですね、足の入れ替えのドリルとかでもやりましたけども、降りる時にじゃあ足首ないし膝で支えようとするとどうなるかっていうと、衝撃に耐えれずに潰れてしまいます。ね、ある程度曲がりはもちろんするんですけども、その曲がりというのが足首膝を意識するとどうしても曲がりやすくなります。で、この時にお尻、まあ、なるべくですね、膝関節が曲がらないようにロックしてしまいます。この時はですね、意識的にはロック、もう棒ですね、地面と自分の体
をですね、この間を衝撃を頭の先に抜かせるような気持ちでロックしてしまいます。でこの時にお尻で受け止めることをすると、先ほどの膝や足首で支える時よりも衝撃がですねしっかりと上まで抜けますし、潰れ具合が少ないですという感じで支えやすくなります。膝で受け止めようとするとどうしても曲がった状態、ね、このまんまの着地になってしまう。そうすると腰も落ちますし、その分重心が下がりますので、走る連続動作の時に腰が落ちてしまう、ね、スイッチも早くいかないという風になってしまいますので、走りの中、まあ、早く走るためもそうなんですけども、接地で潰れないため、腰が落ちるのを防ぐためにお尻で支えるといった方がね、正しい表現かと思います。じゃあ実際今の足の理解もそうなんですけど、じゃあ、ね、スクワットでまず中殿筋、お尻の張り、あ、お尻の筋肉ってここなんだっていうのが分かりました。そして支えるにあたって膝や足首だと曲がってしまう、ね、接地の局面、走ってる時もそこで受け止めようとすると曲がってしまう。じゃあ殿筋を強化するためにはどうしたらいいのかっていうのを動きでやっていくとですね、一番分かりやすいのはよく動画にも出てくるこのヒップバンド、でこちらはですね、まあ、過去動画でも使い方っていうのを上げてますので、ぜひ、ね、そちらを見てください。でこれを膝上につけてですね、まあその場でもいいですけども、横横歩きをしていきますと、まあ、スクワットポジションで横歩きをしていくと、でだんだん中殿筋、上の部分ですね、中殿筋が張ってくる感覚が分かると思います。でそうするとね、お尻も結構上がるっていうのもあるんですけども、実際鍛えられることができます。先ほども言った通り、中殿筋、大殿筋がですね、まあメインは中殿筋なんですけども、ヒップバンドを使えば中殿筋がねメインに鍛えられて、大殿筋、小殿筋も一緒にねこう引き上げられてきますので鍛えることができます。で今はですね、まあ、ヒップバンド、まあ、布バンドを使ってまずは鍛えることをしました。で今度は実際ね、動きのある中で、実際に走りだとわからないので、動きの中で支えることをですねやっていくためにはどうしたらいいかというと、ランジですね。まあ、これもその場でもいいんですけど、動きながらですねやっていったランジの方が支える部分、電気の部分を使えるというのは分かりやすいかと思います。正しいランジっていうのはね、過去の動画でも上げてるんですけども、ここから後ろ足で押していく、ね、持ってくる、この引きつけるときに片足だ、あ、つま先立ちに、ね、なるときにお尻、先ほどの動きもそうなんですけども、グッと持ち上げるとお尻がね引き上げられるっていうのが分かるかと思います、ね、ここから押していく、お尻で進むっていう感覚がですねよく分かるかと思います。ですのでお尻を使わせるようにするためというのは、接地の時に潰れないためっていうのはメインの位置づけとなります。はい、ですので、ね、接地で潰れてしまう、腰が落ちてしまうという人は、これもですねお尻が使えてない、お尻で支えることができないっていうのは一つの原因でもあるかと思いますので、いろんなねアプローチをしている中で全然改善できないなと思ったら、ぜひねこの支える、お尻で支えるっていうことをやってみてください。てな形でですね、お尻を使うとは何なのかっていうのを解説していきました。先ほどもね言った通り、まずはお尻ですね、中殿筋、大殿筋、小殿筋、殿筋って言われるものをどこにあるかっていうのを把握するんですね。なんとなくは分かるけども、スクワット姿勢で本当に自分の狙ったところに来るのただね、重い重量をやってスクワットをやってるだけですと、もしかしたらお尻じゃなくて大腿四頭筋だったりハムストリングスに来てるっていう可能性があります。で理想としては、その体型としてはですね、やはり日本人はですねふくらはぎでしたりハムストリングス、前ももっていうのが大きくなりがちです。じゃあこれは何なのかっていうと、正しくねスクワットでしたり殿筋を鍛えるっていうことができてないものだと思っています。ですので、ね、人体の中で一番大きい筋肉っていうのは殿筋です。自分のね体のラインを見た時にハムストリングスだったり前ももがね発達してお尻が小さいっていう風にねなっている人ですと、ハムストリングスの肉離れでしたり前ももの肉離れっていうのは起こしやすいです。で先ほども言った通り、一番大きいのはねやはり殿筋ですので、一番大きいということはその出力ですね、パワーが出せるっていうことになりますので、まあ、そのためにもねやはりパワーがね出せるようにするためにも鍛えるという必要があります。で先ほども言った通り、走りの中ではなかなか意識がしづらいですので、支えるですね、その衝撃を受け止める、怪我をしないためとかですね、衝撃を受け止めるために殿筋っていうのはね鍛える必要があります。で先ほどもね話した通り、まずはその殿筋をどこにあるかっていうのを把握する、ちゃんとあ今殿筋に刺激が入ってるかっていうのを確認した後にですね、お尻を鍛えていくっていうことが重要になっていきます。そして先ほどの
動き、足の入れ替えとかでもそうですけども、支えるといったね動作をしたりですね、動かして連携をしていくということが重要になってきます。なのでがむしゃらにですね、先ほど言った通りスクワットを高重量でですね、スクワット、フルスクワット、ハーフスクワットをやってる、ね、お尻を鍛えるんだっていうふうにやってもですね、正確な位置にないと違うところに来てしまって全くね効かないっていう場合もありますので、お尻がね、スクワットをやってるのにお尻が大きくならないという人はですね、ぜひ動きをですね見直して、ヒップバンド、ランジとかですね、そういった動きでまずは把握、使えるようにしてみてください。以上はですね、お尻を使うためにはどうしたらいいのかっていうね解説の動画でした。はい、今回はねこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。